ということで今回もやっていきたいと思います。さあってことで早速犬見の館へ。めっちゃ雪降りよる。いらっしゃいませ、ラクジュアリーションサロン犬見の館へようこそ。お越しくださいました。はい、ということで今回は前に実況した FC 島村ホラー村なんやけど、そこを作った村長さんがまた新しいホラー村を作ったらしいので、早速行ってみたいと思います。ホラー村自体久々やね。心地よい夢をご希望かしら、一眠り500ブレでご提供いたしますわ。いい夢見せて。ええ、お任せくださいな。では夢をお取り寄せするためにインターネットのおつなぎしますわね。ということで、お屋敷村に出発。お屋敷村に到着。なんかめっちゃキラキラ光るものが。あれは雪の結晶的な感じかな。夢の世界へようこそ。あなたは今お屋敷という村の夢を見てらっしゃるのよ。現実の世界にお戻りになりたいときはもう一度こちらのベッドに横になってくださいましね。それでは都のお屋敷の世界をご堪能遊ばせ。お、なんか早速住人さん、早く向こうのゴミ箱に捨てて。何、どういうこと？リーナさん。この人村長さんやね、早速の。さ、それじゃあちょっと着替えていきましょうか。この宝箱何やろ？マリンスーツ。マリンスーツが必要な場所が。なるほど、あの左、マップの左上のところかな。プライベートビーチ的な感じの。はい、着替えていきます。え、忍者になったよ、なんか。こんな感じ。はい、じゃあこれで進んでいこう。早くあっちのゴミ箱に捨ててってなんやろう。あ、ちなみにこのお屋敷村は、444回目のただいまっていうアプリ、ホラー系のアプリがあるらしいんやけど、それの話、まあ、内容を元にして、村長さんが自分なりにアレンジしてストーリーを作ったらしいです。444回目のただいまっていうアプリを、まあ、私自身は知らんねやけど、一応、どんな感じなんかなとチラッと、見た感じは、なんか、日本人形みたいなのが出てきたけん。それを捨ててということかな。ん？てか、村長さんの家はこっち？その下のやつかな。じゃ、一軒目の家に。びっくりした。お邪魔します。あ、和風な感じやね。この二人、2018年12月16日誕生日。なるほど。12月16日が誕生日。あ、これやない、日本人形。もしかしてこれをプレゼントしてくれたってことかな、おばあちゃんが。おばあちゃんが自分に誕生日プレゼントとして多分日本人形をくれた。こっちにもなんか別のプレゼントあるけど。さあ、それじゃ、左の部屋へ。あ、左側も。いいね。全体的に和風って感じかな。恐怖村はちょっと特に回してじっくりと見ていきたい。ね、何かしらあるかもしれないっていう、この壁とかに。結構そっち側にみんないろいろ隠しとったりするやん。ここはまあ、洗面所？洗面所プラスお風呂場って感じやね。おばあちゃん体が悪いんかな。ね、横に点滴のやつが置いてある。これ多分おばあちゃんの方のってことよね。はい、それじゃあ奥の部屋へ。お、ちょっと暗い感じの部屋に来た。ここは台所か。うんうん。これは誕生日用の、誕生日用に用意してくれたお寿司ってことか。いいね。すき焼きもあるけど、豪華。豪華。いいな、いいな。時代自体がすごい昔なんかなって思ったけど、でも2018年って書いてるけん、そんな昔でもないよね。そんな昔どころか去年ですね。普通に小さな村でのお話的な感じかな。はい、右の部屋へ。ん？右側急に洋風になった。急に洋風になったよ。
ここおばあちゃんの部屋ってことかな。なんか織物とかミシン、そしてこの辺の多分その体が悪いけん薬とかそういうの置いてあるってことやろ。おばあちゃんの部屋、あ、やっぱりおばあちゃんの部屋だよね。で、これが村長のリーナさんってことか。優しそう。おばあちゃんめちゃくちゃ優しそう。超笑顔や。おばあちゃん、自分の部屋洋風なんやね。一緒に住んどんかな。この誕生日は普通に孫のリーナさんの誕生日でいいんかな？主役。きっと、多分。はい、それじゃあ2階へ。あ、ここがリーナさんの部屋か。あ、やっぱりリーナさんの誕生日ということで。あれはね、おばあちゃん自分洋風の部屋やけど、孫は和風なんやね。なんか逆っぽい感じがするけど。あ、で、これ、さっきおばあちゃんにもらった日本人形を自分の部屋に飾りよる。なるほど。めっちゃプレゼントもらうやん、これ。やばくない？超やばくない？そして、虫取りが得意と見た。虫取り大会のトロフィー。良きだね。これいっぱい友達にもらったんかな？はい、それじゃあ、地下へ。ん？何があった？日本人形。ゴミ捨て場に捨てられとる。え？早速捨てられてるけど、何かあったのか。何かあったから捨てられたんよね、きっと。せっかくおばあちゃん誕生日プレゼントでくれたのに、何があったの？どうしたの？髪の毛が伸びてきたとかそういう感じかな。日本人形といえばっていう発想やけどね。え、それじゃあ2軒目の家。お、これはこの村の地図ということかな。お屋敷村の地図。うんうん、なるほど。さあ、2軒目はこっちの端っこに。ここだな。あ、ジュニーさんいた。どうも、この村の方。セフトさん、気の毒にプレゼント置いとくよ。気の毒に？なんで？どうして気の毒なの？それは私が？それともリーナさんが？あ、これは、さっきのリーナさんとおばあちゃんの家やね。2019年12月16日、びっくりした。びっくりした。1年更新された。なるほど、そういう感じね。1年更新されたよ。で、これが多分さっきのセフトさん？あ、セフトさんからの誕生日プレゼントは、西洋人形。気の毒に。もしかしておばあちゃん亡くなったんかな？はい、左の部屋へ。ん？なんだなんだ？なんか、え？なんだろう？なんだろう？演奏会？演奏会って言っても、でも、この二人と、まあ、埴輪たちがおるんか、演奏会でいいんかな。で、観客たち？え、なに？お風呂場どこ行った？なんかすごい陽気な雰囲気になった。なになになに？家だよね、これ。気の毒な感じ全くないけど。あれ？台所もない。お庭になったんすか？ま、でも、あ、もしかしてさっきピアノ弾きよった人と、指揮者？指揮しよったんか、歌いよったんか知らんけど、そういう感じよね、多分。演奏会終わった後の打ち上げ的な感じかな。多分。はい、そして、右側の部屋へ。ここはおばあちゃんの部屋よね。
あ、リーナさん。やっぱりおばあちゃんが亡くなったってことか。きっと献身的に。え？日本人形。きっと献身的な介護をしていたであろう。おばあちゃんの方が×印に変わっとる。え、あの人形のせいでなんかな。でももともと体弱そうやったし、1年経ったらどうなるかわからんような気はするけども。ここには何もないのか？特に何もないね。じゃあ2階へ。あれ？ 2 階はリーナさんの部屋じゃ。逆さまの日本人形たち。え、なんか人形がめっちゃ、いろんな人形が、向こうを向いて。え？なに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 ？うわ、めっちゃ不気味なんですけど。日本人形の絵。寂しい。寂しいって書いてる。これ床もなんか言葉になっとんかな？何かしら言葉になっとるような気がするんやけど、んー？わからない。いないって書いとる？痛いって書いとんかな？寂しい。寂しい、痛いって書いとんかな？え？何？日本人形の気持ち？さあ、それじゃあ地下へ。地下ゴミ捨て場があったよね。え？これは？誰これ？この女の人誰？こっちはあれやろ？シェフトさんやろ？で、これが、日本人形。で、この女の人は誰なの？リーナさんこんな髪型じゃなかったよね。え、伸びたんかな？そうかもしれんけど。なんだ、何が起きたんだ、おばあちゃんに。てか、プレゼントは人形じゃないといかんのかな。気の毒に言ってね。日本人形から西洋人形に変えればいいっていうものではないんじゃないの？そういうことなの？日本人形や！日本人形の顔出し看板。というか、そして私はなぜ忍者なんだろうか。そこもちょっといまいちよくわかってないけど、地面かわいい！外の雰囲気はすごいかわいい感じなんよね、この村。ほい、そして、え、なんか違う。あ、この人やさ、え？何？鬼？ゾンビ？さっき地下におった人やろ？セフィアさん、お父様、お逃げください。なんか急激に西洋の世界観になった。西洋と、和風の。え？何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 ？なんか血の、え？誰？セフィアさん。お邪魔します。おお、めっちゃ洋風だね。あれかな、和の世界と洋の世界で同じようなことがもしかして起こりよるってことなんかな。これも誕生日のお祝いとかやったりして。でも一応、洋風人形はないね。さあ、それじゃあ右側の部屋へ。お、図書室。なんか、絵が飾って。あ、なるほど。普通の絵やった。よかった。うんうん。まあ普通に多分父親の書斎とか。ん？これはセフトさんじゃないの？もしかしてあれ？今のセフィアさんのお父さんがセフトさんってこと？そういうことか。え、なんやろう？なんかそこ繋がるのか？さっきの、リーナさんとおばあちゃんのとこと。時代を超えてってことかな。ほい、そして、左側の部屋へ。お、キッチン、キッチン。
お手伝いさんもいらっしゃる。ほら、ん？これもお手伝いさんかな？まあそうなのか。向こうはちゃんとなんかメイドさんの服着とるけん、パッとわかるけど。てか豪華だな。え、めちゃくちゃ豪華だな。やばい。やっぱりお祝い事かな？はい、そして2階へ。あ、2階。ここはソフィアさんの家。お、日本人形。日本人形がプレゼントされたのか。ソフィアさんにも。ふんふん。海外のものやし、ちょっと珍しくて欲しくなった？それかまあ一方的に送られただけかもしれんけど。はい、そして地下へ。日本に、え？え？ソフィアさん！え？ソフィアさんがお亡くなりに。え？何？どうしたの？お風呂場で何が起きたの？日本人形に殺された？お風呂場っていうかこれさっきと同じ部屋ってことかな？配置とか。え？日本人形がここでザクッと殺してこう、逃げてきたってこと？次はお前だ。え？この次っていうのがリーナさん、リーナさんのおばあちゃんやったんかな、もしかして。え、もう一件は。No、ごめんね。もしかしてこう、海外から日本まで、いろんな地域、こう、点々と巡って、あ、向こう側か。点々と巡って、いろん、そこそこの地域でいろんな人たちを殺していってるのだろうか。なんか、まがまがしい感じの地面になったんだけど。住人さんは家の中かしら。じゃあ、お邪魔しましょう。え、中おるんかな？な、こっちの方とかにおったりせん？いや、おらんぽい。じゃあ、ちょっとお邪魔します。鉄の扉や。あ、おる。中に。あ、ここは、さっきの、セフィアさんたちの家。ん？リーナさん。こんなの絶対おかしいよ。あ、日本人形。なんでリーナさんこっちに来てるの？なんかいろいろ、しっちゃかめっちゃかな感じになってる。荒らされた。じゃ、右側の部屋へ。ここ父親の書斎的な感じやったけど。うわ、血の跡に。うわ、日本人形だらけや。ってことは、ここの絵もきっと、ですよね。ここに飾ってある服まで、血だらけ。父親も死んだんかな？これ父親、あ、え？これ父親じゃない？あれは死んでるってことなんだろうか。砂嵐。え、この中は関係ないのか？お？あ、これ、シェフトさんの帽子。閉じ込められたの？そういうことではなく？はい、そして、びっくりした、なんかと思った。左側の部屋へ。へぇー。なんかめっちゃいっぱい死んどる。もしかして、ここで働きよったお手伝いさんたちとか。映像に来てくれとった人たち？いや、それは違う。それはあっちの和風の方か。よう、いろいろとごちゃごちゃになってしまってる。でも多分、ここで働きよったお手伝いさんだとか、そういう人たちもみんな死んだってことかな。入り口に立っとった兵士とか。きっと実際に並んでた以上に、いろんな人がいたのであろう。待って、奥の部屋に行きたいんですが。あ、ここから行けるか。
椅子を乗り越え、お、立ち入り禁止になっとる。うわ、忍者。ほ、私は生き残り。え、待って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 、え、おばあちゃんじゃないよね。え、なに、おばあ、え、おばあちゃんじゃないよね。なに、どういうこと。すぐに、すぐ逃げて。え、もしかしてさ、リーナさんのおばあちゃんが、なんかこう、日本人形を広めて、いろんな人を殺しよるとかそういうことではないよね。え、なんだなんだなんだ。あれも別におばあちゃんが死んだわけではなくて、消えただけとか、そういう、違う？はい、それじゃあ2階へ。日本人形の顔がもう崩れてしまってる。うわ、ほら、お手伝いさんたちもやられて。なんてこと。すぐ逃げて、うわ、もう猟奇的。ほい、そして地下へ。こたつ。こたつと西洋人形と、ただいま。これリーナさんや。リーナさんは最後に殺されて終わるの？ただいま。捨てられたけど結局、う、やっと会えたね。捨てられたけど結局戻ってきてリーナさんを殺したっていうラストか。もしかしてあれかな？おばあちゃんに日本人形をプレゼントしてもらって、でも、その日本人形のせいでおばあちゃんが死んだかいなくなってしまったか。で、不気味に思ったリーナさんは、ゴミ捨て場に日本人形を捨てたと。でも多分その、捨てるんだったら私に譲ってください、的な。そこでセフトさんがちょっと現れて、たまたま日本を訪ね取ったセフトさんが現れて、なんか珍しい人形やし、娘のプレゼントにちょうどいいんじゃないか、みたいな。で、そこで譲ってもらって、自分の娘にプレゼントをしたけど、ま、自分の娘は殺され、そして自分も殺されたんかな。で、最終的に自分を捨てたリーナさんのところに戻って、リーナさんを殺したと。え、そういう感じですか？私の推理的にはそんな感じ。ただあの忍者がよくわからねえ。あれは別におばあちゃんではない。これなんか書いてる？もしかして。え、これ絶対なんか書いてるやつじゃない。この辺は点々点々ってことかな。多分上から見たらそうなるんじゃ。この辺はまあ点々点々やね。多分あっちの方文字になってる気がする。え、上から見たらわかる感じ。ちょ、上から見てみよう。赤い部分だけ読んだら多分文字になっとる。え、わかるんかな、見えるかな。見えるかな。この辺多分、まあ、血の跡を表現してるんか、てん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 っていうのを表現してるんか、上から見た方がいい？え、見えるかしら。あ、上からの方がまあ見えるね。え、ちょっと待って待って待って。あ、これ、さ、よ、さよなら。ちょっと待って。そうや、絶対そうや。うん。さよならって書いとる。え、すごい。バラで。
さよなら。で、この先へ。さあ、このための黒いマリンスーツね。行きましょう。こっちか。こっちか。まっすぐはいけんかったわ。結構近いね。これは？なんて書いとん？あ、捨てた、嫌い。好き、持ってた。どういうこと？自分のことを捨てた人は嫌い。自分のことを持ってた人は好き。そういうこと？あれ、なんか横に穴みたいなのあったね。ちょ、今から私は、広場に行って、あ、もしかしたらあれ、スコップ置いとった？もしや。ちょ、取りに行ってきます。これか。違う。スコップ。こっち何やったんやろ。プレゼント。あ、もしかして、人形？日本人形や。あ、なるほど。で、今すぐその人形を捨てて、で、ここで捨てた人と、最後まで持ってた人に分かれるってことや。すごい、めっちゃ凝っとる。ちょ、それじゃあこれを。とりあえずあれよね、両方見たいよね。両方見たいよね。でも多分私は最初にあれを見ていたとしても、持ったまんまだったと思うから、まず、好き、持ってたの方で。なんか2個ずつあるんかな、これは。あ。フランス人形を掘り出した。お、フランス人形来たよ。おっと、空中。こっちは？ベルリーナーを掘り出した。ベルリーナーって何？捨てた人の方は、どうぞご自分で訪ねてきて確認してください。ほい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。いやー、私が忍者である理由と、あと、あの忍者部屋の意味を、なんかちょっと分かったら、誰かコメントで教えて。こういう感じなんじゃないかなみたいな。私は忍者の末裔なのかしら。